ジェットシングルマッチです。ミスターブッタマン選手です。今日も角掛け選手と戦うわけですが、前回はあっさり負けちゃいましたが、どうでしょう今回は。今日は勝ちたいと思います。何か、秘策を練ってますか？いえ、普通だけですけど、前が負けてますから、この場所で。で、今日は勝つと思います。どの辺に勝機を見出しましょう？もう自分の全力でやります。今日勝てばですね、リトルフランキー選手への挑戦権が獲得できるわけなんですが、そのあたりは。それを目指して頑張ります。頑張ってください。第2試合はビジェットシングルマッチです。角掛さん、今日は勝てばリトルフランキー挑戦権ということですけれども。でもあいつデブだからな、100何キロあるからな。あいつともうやってみなきゃ。昔あいつとよくやってたけども、あいつは俺に復讐戦を乱に来てるから絶対負けられませんね。前回は比較的あっさり勝ちましたね。今回はあれ復讐戦になってるから、多分どういうことしてくるか分かんないから、生きた狂気ですから。あれ、何か秘策は考えてますか？それは見てのお楽しみです。頑張ってください。はい。第2試合ビジェットプロレス 3WA 世界ビジェット選手権挑戦者決定戦、時間無制限一本勝負を行います。エルゴナ200パンドミスタブッタマン。エルゴナ110パンド角掛け止めぞ。レフェリー敗戦太郎。というわけでミゼットプロレス定番対決と言いますと、本当は今チャンピオンのリトルフランキー選手対角掛け一試合改め止めそうになるんですが、このブッダマン選手、小川さん、復帰以来というんですか、再デビュー、こちらもどうでしょう？まだまだキャリア的にはね、キャリア的には角掛けの方が一日の長があるんですけど、最近この対決が定番なんですよ、実は。あ、なるほど。今リトルフランキーはやっぱ腰をちょっと痛めてまして、あ、なるほど、休場中でして、一応今回は 3WA のミゼット選手権の挑戦者決定戦、はい、決定戦ということですね、はい、なるほど。で、動きは角掛けはスピードはありますね。確かに、この角掛け止め蔵の止め蔵っていうのはですね、実は映画のリングリングリングっていうのがありまして、はいはい、角掛けが役入りで止め蔵という役で出てるんですよ。あ、なるほど。そこから来てまして、トペのフェイントをやりたかったんでしょうね。とにかくこれは、ね、挑戦者決定戦ですからね、2月の大会で、はいはい、おそらくリトルフランキーに勝った方が挑戦すると思います。で、このリトルフランキーはですね、2月の28日の後楽園大会でリトルフランキー生誕35周年記念メモリアルマッチとしてタイトルマッチを行いますね。うん、なるほど。35歳になるんです。5歳なのですね。現 3WA ミジェットチャンピオンのリトルフランキーへの、まあ、挑戦権をかけたこの戦いですけれども、相変わらずコミカルな一面が出てますけれども、本当に楽しいですね、ミジェットフランキーね。これはね、やっぱり楽しいだけじゃない部分もあるかもしれないですよ、お互い。なるほど。いや、シビアだ、シビアと思いますよ。やっぱり競争する人間、ライバルが少ないとは言っても、やっぱりプロレスラーっていうのは自分が最後勝負ですからね。うん、お互いに嫌い合ってますからね。ああ、個人的にも。個人的に。なるほど。さあ、前回はあっさりとミスターブッタマン、この角掛選手に負けてしまったんですけれども、今日はかなり、なかなか自分の体を生かしたプロレスやってると思いますよ。はい、体格的にはかなり良いな。おっと、このキックもかなりシビアな胸元に入りました。さあ、コーナーに振って、おすごいですね、このボディープレス。ビッグバンベイダーのようなボディープレスで、さあ、かなり挑発しています。
今日は燃えてますね、ミスターブッタマン。なんか見違えるような、かなりストロングスタイルですね。ベーダーっぽいですよ、動きなんか、ね、本当に。おっと、ブッチャーだった。これはブッチャーから毒アリサッポードクハリエルボーで貫禄に。いやすごいミスターブッタマン、59秒という短い。ブッチャーね、最後はブッチャーね、うん、見事に決めました。クラカゲ前回の雪辱を果たしたという試合でした。ミスターブッタマン見事な勝利です。はい、マイクを持つんですかね、何ですかね。あ、放送席にリトルが、リトルランキー選手いますね。さあ本部席に観戦していた現 3WA ミジェットチャンピオンのリトルフランキー選手、今ブッタマンの挑発を受けてリングに上がります。中のベルトを絶対取ります。よし、今度いい試合をしよう。あのベルトは渡さない。さあ、これはなかなか清々しい調整表明ということなんですけれども、まるでアントニオに来た天竜のような感じでしたね。そうでしたね。見事勝利を収めましたミスターブッタマン選手です。前回の雪辱を果たしましたね。はい、最後の毒アリ殺法は見事でした。あ、そうですね、ありがとうございます。これでいよいよリトルフランキー選手と、ミジェット選手権試合ということになりましたけども、いかがでしょう。前にかね、かなったも前は取れなかったので挑戦何回も初めてなんですけど頑張ります。おめでとうございました。